新時中は、台湾台北市出身の歯科医師、民主進歩等の政治家。2017年より、現職の中華民国衛生福利部部長だが、立法委員や党中央の執行部を務めたことはなく、民間人として閣僚に登用されている。台北市立名電国民学校で教育を受けた後、1966年に、台北市立大道高級中学の初中部に、進学。 1968年に卒業した。その後、1971年に、台北私立建国高級中学を卒業して、1971年から1977年まで、台北医学院騎馬医学系で学ぶ。蔡英文講演開始会会では、中山医学大学や、国立台湾大学などの学ばずがあり、人は少数派の期待派と目されていた。しかし、 北待派は民進党内での新潮流刑に属する重鎮後期、賞を要しており、李祖徳が北待大の当時長時代に鎮は広氏と共に同大の党こととなっている。1994年、中華民国司会公開全国連合会の六代目理事長に就任した。当時の医師は診療報酬が少なく、また医療保険制度における軍人や公務員、 その家族が自己負担ゼロであり、官民格差があった。この官民格差と医師の低収入を解消する施策として、総学生の皆保険制度が導入されるとき、賃は歯科会療への適用を推進すべく医師会を説得。これにより、科会療は保険医療科目的用第1号となった。総学生は医療費の無限膨張と財政悪化を抑止したため、 その後中国医学と西洋医学に属する他の科目にも普及し、制度における陳時中の貢献は大きなものとして評価されている。その後も全津乱ネ会では常務理事、顧問など要職を務めた。議員歴はないが、長年民主進歩党のシンクタンクに所属し、蔡英文の医療政策草案でライターを務めた。2000年中華民国総統選挙に際して、 中華民国基盤医師公開全国、連合会顧問だった陳は200人の会員医師と、共に民進党に入党した。2004年、行政院に衛生所副所長に指名され、翌年以降社長邸及び、蘇貞田正、超都市尾内閣で副所長を務める。2008年の馬英九政権発足に伴い退任。2011年末から2012年初にかけての2012年、 中華民国総統選挙では、蔡英文の講演会幹事、2016年末より中華民国総統副国策顧問、2017年2月8日より衛生福利部部長として林自然内閣閣僚に就任した。民間人として入閣したが、同時に初の司会出身衛生福利部長就任となった。高齢化社会の振興や部への昇格などで、 医療衛生の他に、食品安全、社会福祉など多岐にわたる分野を担う、衛生福利部は、年間予算7000億入体のアンドルを執行する、大省庁であり、衛生所時代も含めて、医師派と社会福祉派の権力争いが状態化する中でのしか、医師部長の手腕には、人選時から疑問視されていたが、2018年9月、第二大部長、小平子を超えて、 人気最長の部長となった。高齢者福祉政策、長期介護2.0を打ち出しているほか、世界医師会などに台湾のは総会参加や世界保健機関加入の指示を引き続き訴えている。新型コロナウイルス新型コロナ対策に奮闘する、陳2019年末に中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症の流行が本格化すると、 担当閣僚として衛生福利部に設置された中央流行駅常識中心で指揮官となった。陳は医師ではあるものの公衆衛生分野を専門としない司会であるためコロナウイルスでの貿易では政権内及び外部有識者との対話と国民への積極的な情報公開という役割を担っている。評価以下は閣僚としてのものとなる。2019年に 民間シンクタンク、新台湾国策地庫によって2度行われた、政権閣僚に対する知名度及び満足度調査では、知名度調査では2桁に届かない8位だったものの、部の政策満足度は13部会中2位、閣僚満足度調査では5月度が13部、会長中5位、12月度が12部長中4位だった。2020年3月末時点でも新型コロナは、 収束していないものの TVBS による民調では閣僚としての陳の支持率は91%に達し普段は外国の閣僚個人の支持率を報道することが少ない日本でも報じられているまた台湾民衆党やジャーナリストの陳学マナブは指揮官の時中を交代させるべきと主張したが3月末の時代力量党内 シンクタンクによる民調では79.7%が自中の続投支持という結果になっただけではなく民衆党支持層でも88.1%が続投支持だった。2020年4月下旬に行われ5月に発表された新台湾国策地庫による政権閣僚に対する知名度及び満足度調査では知名度が 前回比49.5ポイント増で、全13部会長中トップの55.1%、閣僚としての姿勢満足度も、前回比58.6ポイント増の93.9%で、トップ、部会単位でも、衛生福利部に対する政策満足度は、唯一過半数超えの63.5%を記録し、A 福部が参巻となった。 政府の貿易政策全体でも91.7%が満足と回答し、貿易及び経済支援に最も貢献している部会はどこかという質問では67.7%が英福部を挙げた。また5月20日の第二次再政権発足に伴う内閣改造でも55.2%が自中を留任させるべきと回答し、 公判と回答したのはわずか0.1%だった。観客入場初日となったトミクにガーディアンズの試合に駆けつけたユニフォーム姿の自中在宅介護者を支援する NGO のチャリティーソングアイフコタンメガボルトに出演、法予試へ、昇降機、ジャンホンジェラと共演している。2020年1月24日、衛生福利部はコロナ対策を指揮する中央。 流行駅常識中心を立ち上げたが、部内の疾病官制所所長が指揮官になるという慣例に従わず、上位の部長が直々に就任する異例の人事だった。2020年2月、武漢からの台湾市民機関に際しては、チャーター機に陸廃の指示を登場させるかをめぐり、行政院大陸委員会は当初は認める方針だったものの、世論の反対を受けて政府は撤回した。 この時の会見で、陳は、陸廃史上は国籍を選べる立場であり、台湾籍を選ばなかったことはその当人の責任を伴うものであると説明したが、こうした考えは厳格な法学者だった父の影響とされている。2月4日、武漢に滞在する台湾市民をチャーター機で帰国させたものの、 登場者の新型コロナ感染が発覚した際の会見では涙を拭う姿が共感と支持を集めたため人世にして時の人となった。Google トレンドでも陳時中の検索数が最高潮に達した。その様子を伝えた太陽国の記者も陳をフルネームではなくアチューと台湾でポピュラーな愛称をそのまま用いて紹介し動画は数百万回再生された。 2020年3月17日、新型コロナ対策での会見時に、台湾で感染者数の増加ペースが緩やかなのは、検査人数を絞っているからではないかと、奥像という単語を用いて質問した中国時報の記者に対しては声を荒げて、貿易スタッフを冒涜するアンフェアな質問と反論する一幕があり、これを主張していた台湾児童感染症医学会の理事も記者を 無知でうどんと批判している。また、ネット上では、チンの語録と音声を用いた、手洗い歌や、ペーパークラフトが作成され、差し入れが相次ぐなど社会現象となっている。衛生福利部も時中のイラストを使った、ラインスタンプをリリースした。2020年4月の生命節に伴う連休を、控え、万が一の際は、事前予告の上で、風情を実施すると表明。 事前に、降落地などでの保持者高距離を呼びかけ、期間中は実際に密集状態が確認されると、携帯電話への警報を流した。観光業者の抗議に対し陳謝はしたものの、リスクが高まるのであれば、経済活動より貿易を優先すると表明し、改めて国民に釘を刺すことも忘れなかった。連休中の人出が予想外に多かったことから、花見の時期に、 市中感染者が増加した日本と同じような状況になれば自分が外出禁止令を出しているとして引き締めを図り、丁寧さは維持しつつも普段の物腰の低い語り口とは一転、飴と無知の高難両面で協力を呼びかけている。不眠不休の働きぶりが部長としての高評価に至ったが、高校時代は授業中に居眠り、常習犯だったことが同級生に暴露されている。また、 二千二十年四月中旬に TVBS は自中と中国国民党の若手立法委員賞一万、安との2択で二千二十二年に行われる台北市長選挙の候補としてどちらを支持するかを問う民調を行い、その結果を発表した。その結果は自中五十一パーセント、一万安ントで、特に二十代と三十代では七割、四十代でも五十七パーセントが、 自中指示だった。セックでの会見時に、民調のことを問われると、自中はそういった意向はないと否定している。このような世論のフィーバーにより、自中がかつて2004年に行われた第6回、中華民国立法院選挙では、当選には至らなかったものの比例区の候補者リストに、蔡英文と共に名を連ねていたことも判明した。霊革新の日が2週間以上継続した4月末、 支援外交を展開していた蔡英文がそのキャッチフレーズである台湾キャンヘルプの標語入りマグカップをセックに届けたりマスクを寄贈していたオランダから国王誕生日に国家であるチューリップが送られたほか一般国民による色の意味を込めた四季中心への飲食物の差し入れが相次ぎ自中が会見でそれに言及するコメントを発すると 会見場で陳列された品物を注文する市民が増える現象が話題となった。配達の注文が増えて、悲鳴を上げる飲食店や、記者は声欠、指揮中心が送料を負担するべきと、ジョークまじりに揶揄する市民、最強業配用と記者に言われ、指揮中心の会見も確実にしようか。と、茶目っ気混じりに答えている時中、と貿易の最前線であるセックは、 時折他国と異なる様相を帯びるようにもなった。新型肺炎の流行防止のために100人以上が集まるイベントの自粛を要請した際、結婚式も自粛対象なのかを問われ、結婚は夫婦二人だけのものでしょう。と、ユーモア混じりに答えたり、BBC 記者の英語での質問にも通訳を挟まず、中国語ではあるが即座に正確に回答し、台湾語で、 マスク着用を呼びかけるなど、メディア対応も話題になっている。2020年3月30日、台湾国内で学名のナインティ1 9や通称の新型感情病毒ではなく俗称の武漢肺炎が多く用いられていることについての外国人記者団による質問には差別的な意図はない、と回答している。4月1日の愚人説では国民に新型コロナに 関する嘘は控えるように要請した。一方で国内用手紙の自由時報が当日の長官で部長には兄のチンビド、弟のチンスン中がいると疲れ知らずの時中を愚人説の素材にしたが、それを問われた時中は私が怒りっぽい時は弟ですと切り返している。同月に台湾のコメディアン、コートヘシャゲここが時中の弟という設定でキャックの指揮官。 新当初を2分し、怒りっぽいキャラで会見するコントで双子ネタに便乗している。3月半ばに、米国の請願サイトチェンジ .org では、在米台湾人を中心に、ホワイトハウスに対して、風事務局長のテドロス、アダノムに代わる、次期総長に辞中を押すことを求める署名活動が行われた。その動きについて、会見で問われた辞中は、テドロスは、 台湾がネット工作を展開したと非難しているが、政府は何もしていないし、彼らネット民の自発的な行為に過ぎない。どんな行動であれすぐさま批判することもあろうが、長い期間を経れば、感染状況がどのようであったか明らかになるだろうし、いずれ公正な評価となるでしょう。それまでは言い争ったりすることはない。と風に対して本当な態度だった。 しかしテドロスが台湾を再度批判したことを受けて4月9日に反論を述べ、相当、蔡英文や外交部と補調を揃えて、台湾を罵倒する暇があるなら、台湾の事情を学べばどうか、と、テドロスをたしなめた。順次中、逆時中心型コロナ流行後、指揮官である時中の呼びかけに従おうという意味で、カブンテも用いた、順次中、大義語となる、逆時中が、 社会で一種の標語と化している。2020年4月、男児にピンク色のマスクを着用させたくないという保護者の訴えを聞かされた NHCC は指揮官の自中ら男性陣が自らピンクのマスクを着用し、ピンクも悪くないですよと語りかけた。これに高応して中華民国文化部をはじめとする行政院各部が各公式、 フェイスブックのアイコンをピンク色のマスクあるいはロゴに変更するとネット上でも支持の表明が相次ぎ時代力量、台湾東園国際空港、台北都市運、中国国民党など公人や公的機関も党派を超えて SNS のアイコンをピンク色のマスクに変える形で賛意を表した。父親はかつて国立台湾。 大学法律学系教授を務めた陳紀園で民法の権威として知られている。父、紀園の文下生は台湾の放送会や政界で多くの重鎮となっているが、自中の会見はかつて代々で抗議していた父を彷彿させるというものもいる。日本への留学経験もある父は厳格な教育方針で知られ、学生時代の時中とも親子の思情を挟まなかった。父は、 大大教授時代に何度も入閣のオファーを断っていたが、自中自身は社会運動家を辞任するほど、本業の司会以外でも公衆衛生分野に傾倒している。妻子はいずれも芸術家肌で、夫人がチェリスと西のうち次男が芸術写真家。次男はスイスジュネーブの府本部で台湾の加入を訴えたり、市長韓国湯のリコールを推進している高雄市の市民団体。 ウェケアタカオの依頼で、手洗いと罷免投票を啓発する T シャツを制作して、物議を醸した。ありがとうございます。